アドルフ・ジョゼフ・トマ・モンティセリは、フランスの印象派に先立つ、時期の画家である。モンティセリは、1824年、フランス・マルセイユに生まれた。1842年から1846年まで、マルセイユ私立美術学校に通い、その後パリのエコール・デ・ボザールで、ポール・ドラ・ローシュの下、絵画を学んだ。パリでは、ルーブル美術館に収蔵された名作のを行い、中でも、 ウジェーヌ・ドラクロワの油絵を数計していた。1855年、モンティセリはバルビゾン派のナルシス・ディアズ・ドラペーニャと知り合い、二人はよくフォンテーヌ・ブローの森に絵を描きに出かけた。モンティセリは風景画の中に裸像や清掃の人物像を取り込むというディアズの手法を取り入れている。モンティセリはアントワーヌ・バトーやドラクロワの影響を受けながら、 独自のロマン主義的絵画を形成していった。当時から、モンティセリの絵画に対しては、批判が絶えなかったが、それに対して、モンティセリ自身は、私は30年後のために描いているのだと語ったという。1870年以降は、マルセイユを本拠とし、画作を続けたが、過度の飲酒や、浪費などがたたって、生活は貧しかった。1885年に、 下半身不随となり、翌年にマルセイユで没した。年下のポール・セザンヌと1860年代に知り合い、その頃のセザンヌの絵には、モンティセリの影響が見られる。1878年から1884年までの間、二人はよく風景を一緒に描き、エクス・アンプロバンスに1ヶ月間一緒に滞在したこともあった。1870年頃、モンティセリは、 印象派を模倣して光を取り入れようと試みたことがあったが彼の作風には合わなかった。フィンセント・ファン・ゴッホは1886年にパリに着いた時モンキセリの絵を見て非常に感銘を受けた。ゴッホは間もなく明るいパレットと大胆な筆致を取り入れ後に自分はモンキセリのやっていたことを続けているのだと思うことがあると10回している。 ゴッホとその弟テオドルス・ファン・ゴッホは1890年にモンキセリに関する最初の本が出版されるについて助力している。モンキセリの評価は死後高まり、オスカー・ワイルドも他方19世紀の美術の中では価値が低いと考える論者もあり、2005年にはスコットランド国立美術館の館長ティモシー、クリフォードがガーディアンが見に モンティセリを国評する評論を掲載した。2008年9月から2009年1月まで、マルセイユでゴッホとモンティセリと題し、ゴッホ作品への影響に注目した展覧会が開かれた。2010年2月、マルセイユ郊外のエスタックにモンティセリ財団が設立され、モンティセリのいくつかの代表作を展示している。ありがとうございます。